どうもこんにちは、今回は商品レビューなんですけれども、いつもとはですねちょっと勝手が違います。以前バーベキューコンロをご紹介した、ユーラーさんというところからご連絡をいただきまして、3つの製品のサンプルを、受け取りました。で、商品レビューというとですね、まあいいところを紹介してくれという感じだったりすると思うんですが、今回はですねユーラーさんの方から悪いところをですねどんどん改善していきたいので、あえて悪いところを教えてほしいというふうなお話をいただきましたので、今回はですねキャンプに行ったついでに、他のキャンパーの方にもですねご意見を伺ってきました。まず残念ポイントとしてはやっぱ高い、いろんな椅子が合わせにくい。合わせにくいですよね、これね。あの、要はコールマンとかで売っちゃう普通のファミリーが座っちゃうようなって、あの高さの椅子だったらちょうどいい、ね、だけこういう椅子しか持ってない人だったら絶対無理。はいじゃないと。そうそう、この椅子でも高いですよね。それでも高すぎる。高いと思いますね。高いですよね、だから多分作業台としてはいいと思います。例えば料理するとか、こう立ってこう、あ、確かに確かに、ここにそうかコンロとか置いて、で多分そのためにこの下にあの袋というかがあるんですけど、この袋に出し入れするのが非常にねめんどくさい。出しにくいじゃろこれ。これは手が入らない。大きいものが入れられんじゃん。だからチャックもないです。フィードバックみたいな。せめてこっち側にこう開くとかだったら、もしくは片方開けと、もうない方がいい。ない方がいいですね。例えば左右がもうなくて横から入れられるとかですよね。上からも入れられるのか。だからね、もうあのサイズ、このサイズしか、この、あの説明であったのは、なんか、こっから上を外して、天板外して中入れろみたいな感じだったんですよ。そんなね、だって物を乗っちゃったらできんのよね。でしょ。毎回毎回ね。そうそう。調理台としては、まあ、ありだけど、でも、中に落ちるっけ。で、下に置いちゃったら、この隙間からなんか汁こぼしたら、わやになるよね。なりますね。そこですよね。調理台とするんだったら。色はすごいかっこいいんだけど。だからなんかあの横の広いテーブルってあんまないじゃないですか。だからこれでただのローテーブルだったらまあいいのかなと思ったんですけどね。高さがこのぐらいのやつね。そう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 。広さ的にはいい。広さは十分ある、ソロでも使えそう。ソロでも使えるね、広さはね。ただ高いからソロは無理よね。これ組みつか足が、ね、カチッとなればいいですね。はめ替えれるようにしときゃよかった。1段階調整できればね。1個抜くぐらいの、それかこの引っ掛けるやつをこうもう一度下げるように作ればよかったな。はあ、うん、袋使うんだったんですよね、だったら手入るし、なぜここっていう、あのやりたいことは分かるんですけど実際使うと使いづらいっていう、機能はしないです、機能ほぼなしだね。これない方がいいかもしれない。鍋入んない。まあこれって補強程度だね。入んないですよ。でここがもしあのゴムとかだったらビヨンって伸びるから、入れるかもしれない、ね、まだ可能性があったんですけど、普通にこれナイロンだから、まだ本当にここがさっき言ったようにない方がいいよね、そうですよね、これあえて曲がってるんですか。ここあえて曲がってるんですよ、下が。それはなんか工夫されてますね。あ、いや動く、絶対動く。動くのは動くけど、こういうフレーム入っちゃうとどうしてもこのぐらつき、でもない方よねこれ、安定はしてますよ。普通このタイプグラングラン動くんだけど、ね、まあ、ぐらつきなくそうと思ったらこの辺にやっぱ通すしかないですもんね。あとこれがあるけぐらつかぬかも。なるほど、四隅がね、また固定されて。そっかそっか、そういう。これのけたら多分グランぐらい動くんじゃない？これ。これがなんかもっと滑らないようにできないのかとか。確かにね。ツルツルじゃもん、ね。あったんですよ。まあ一応ザラザラはしてるけど、でもなんかもっと滑らない方が。ね、割と多分滑ると思いますね。あ、滑る滑る。滑っていっちゃうんで。これまっすぐじゃけえけど、ちょっと傾いちゃったけど、なんかずーっと押してけど、ポトッと押してるよね。なんか例えばマットのゴムとかだったら滑らないもんね、全然。やっぱまあこれはじゃあ改善点というかがあるってことですね。これはまず艶消しにした方がいいよね。眩しいですね。この凸凹はええけどね。おしゃれ。まあ背が低ければね、すごい使いやすい、まあ、掃除しやすさなんでしょうけどね、この艶は。まあ拭いても艶消しでどうしてもあれじゃん、シミになるけ。まあこれクロスかければいい。メリットデメリットどっちも。怪我は。怪我。じゃあ次いってみますか。ちょっと持たせてもらっていいですか。あ、どうぞどうぞ。あ、軽い。軽い分だけ多分タッパがあるけ風吹いたら倒れる。あ、なるほど。一応ねここにペグ打つところはあるんですよ、下に2カ所ほど。だけど、打てるんですこれ。細いやつか。細いやつじゃないとダメだね。みんな今使うのってこうなんていうんですか、ソリッドステークみたいなやつじゃないですか。だからあの想定されてるのが最初おまけでついてるペグあるじゃないですか。あの要テント買ったらね。はい。多分あれ。廃棄物。
多分ああいうのでやるっていう想定なんだと思うんですよ。あれだったら紐の方が良かったよね。ああ紐の方が良かったですね。うん、ごめんなさい、こういう細い、はい、ちっちゃいやつですか。ああなるほど、はい、こうかハイランダーとかの細い分とか、うん、がいいよね。ただペグ打ったら動かせれ、ね、動かせられないですね。これあれだろ、これ段をこれのければ低くなるよ。もう一個ここにもできるんでしょ。これね、あともう一個残念ポイントがありまして、うん、低くなるんですよ、うん、低くなるんですけど、まあ、これあるじゃないですか、はい、でこれやるとですね、うん、はまるんだけど、うん、はまらない。え、あ、位置が違うんじゃん。このここがちゃんとで普通ポンって出るじゃないですか。あ、出ない、出ないんですよ。そこ考えて作ってないんじゃん。そうなんですよ。だからだってソロキャンプだったらこの高さよ。そうですね、うん、前回ね家族キャンプやった時はそさっきの高さでやって、うん、なんか街灯みたいな感じで使ったんですよ。いいですね。でもソロテントって大体みんな背が低いじゃん。低い。こんなのにこんな高いのやってもしょうがないけ、うん、これだったらでもこれ固定線にはちょっと怖いよね。ここそうです。これ多分普通にこうやって抜けちゃうんで、うん、同じに作ればいいのに。そうなんです。これがちょっと残念ポイントだなと思って。これでも面白いですね。ここにもかけてここにもかけれるようになってるんですね。ただそのな何かけるっていうされてないから 何個かけるんですか。何かけるの。ここにここにせっかくランタンかけてここにこれかかったんですか。多分ね干物とかかけてくれってことなんだと思うんですけど、干物だったらこういうやつをもう一段欲しかったよね。そうですね、うん、かけれるのかな。かけてもこっちに空気傾くよ。ああそうか、そう、こっちは、うん、そうなるんよ。ここだいらんねこれ。まあそういう話になりますよね、うん、サーカスのポールについてると一緒よね、うん、これだからこれ上がいらなくなります。これかけるにしろちょっとアームがもうちょっと長くないと、うん、待ってこれ重くなりますもんね。でもしかも中入れたら、うん、そうだってこれ下手に細い毛曲がるよね。なんか曲がりそうで、ここの工程がいまいちちょっとチャチい毛。ああ怖い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 ですね。あ怖いすごい曲がる。あ怖い、やめましょうやめましょう。これ絶対倒れる。で歯もうすでに曲がっちゃうじゃん。いや曲がっとる。ちょっと厳しいですね、うん、だから細すぎるもんね。でここがプラスチックだけも、はあ、心もとないよね、うん、これ。そうですね、止められてるところですよね、うん、でこの時点でもうすでにカタンカタン動きよるけ、うん、強度ね。だけこういうランタンなら全然問題ない、うんうん、LED 向けでしょうね。じゃあ、うん、こういう重たいランタンは無理じゃない。そうですね、うん、この真ん中のポールがあるじゃないですか、うん、ポールとかもなんかちょっと心もとないかなって感じがするんですけど ね太さがね、うん、じゃあこれは退場してもらいましょう。退場これも持ってみていいですか。あどうぞどうぞ。これ軽いですよ。すごい。あすごい。私全部鉄製だから全部重たいんですよ。軽い。スキレットとかそのダッチオーブンとかは難しい感じですかね。そうですね、多分 5キロ持つのかな。あこれも 中空なんで、これ重たい系。軽いのはいいけど、なんかこれはちょっとね、グラグラ感が否めない。うん、うん、飾り的に使うものになるのかなっていう感じがしますね。その耐荷重の問題とか、まあ、どういうかあの何シェラカップとかをブラーっとかけるんだったら全然、うんうん、そうするとこれももうちょっと低いものが欲しいですよね。なんだろう、ちょっとロースタイルでやるときにちょっとこの辺ぐらいのが、うんうんうん、この足1本分いらんかな。あそうそうそう、ちょっと、うんまあ、どっちでもいければいいですね、うん、立ってやるんだったらこれぐらいの方がかけやすいですし、うんうんうん、この手で高さ調整できるやつっていうのはないですね。ないね、ないない。そういうのがあったらちょっといろいろ使い道がある。ちょっとね、俺不思議なのが、まあ無理だったんでしょうけど、上のポールが太いじゃないですか、うん、それに比べて足がちょっと貧弱だから、うん、足もね、もうちょっとなんとか同じ大きさだったらよかったですよ。あ、ダメなんか、ここが通さんと通さないといけなかったんでしょうね。だけ高速したんだろう。あれだったらこういう感じにせんと、クロスのところになんかぶら下げるタイプで棒を通した方がまずいいかもしれない。あはい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 、だから3つに分かれる感じですよね。そうそうそう、かクロスのこの上に棒を乗せるか、うーん、ここに一点軸点で打っちゃってから、うんま、その方がいいかもしれない。はいはいはい、だからこの横棒中心に足を作るんじゃなくて、足があってそれに中心つけるみたいな感じですよね、うん、でここにこうストッパーかなんかつけてたら棒動かんけさ、うん、そうそう、そんな感じそんな感じ、それ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 、まさしくこれ、こういうイメージですよね。痛い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 、これそう、まあ、良さとしてはこれですね。これに入るっていう、あちっちゃくなるんですよ、このぐらいの大きさ。それが売りなのか。ただ、まあ、ちっちゃさを求めたんでしょうね、うん、きっとその収納した時の、うん、まあソロならそんなに重いもんもないから、
A じゃ A かもしれんけど、まあ、ダッチとかスケートがなくて火にかけないっていう前提であればこれで十分ですね、うんうん、そうですね。徒歩キャンパーもいけそうですよね、うん、あいけるね。軽さはすごいと思う、うん、これちょうどでも洗濯物干すのにちょうどいい、うんなんかさっきのランタンスタンドもそうなんですけどもうちょっとな感じなんですよね。もうちょっともうちょっ と, もょっと、うん、でも高くなるけさっきみたいにいろんなもんこうやったりしよったらこうチェーンつけてみたりとか、ね、値段もね値段も上がるけ、まあ、コストに見合ったものであるんだったら、うん、これはこれで、うん、A かもしれない、ね、いいかなって、うん、こういうところにやっぱシラフとかホースとかがない場合には本当に、うん、ちょっとかけときたいですよね、うんうん、そうそう、そっか、そういう洗濯物干しって使い方もありますね。 T シャツとか夏とかだったら洗ってこう、ああそうですね、子供おったりしたらテント拭いたタオルとかでもちょっとかけてみたいですね。最後にこれ片付けたらいい。確かにこここうタオルとかかけるのちょうどいいよ ね、うん、ね最後に片付けても、うん、まあそれも2つあったらテントかけれるかもしれない、ね、かけれるよ多分ね、うん、重たくなければ、うん、で外が鉄じゃないから、うん、サビも電気からそ う, そ, う そ, うそういったものかけても、うん、色アルミじゃけねこれ、それがいいですよね。そういう良さはあるのか、うん、鉄製はもうサビがもう出るの前提なんで、シラフとかかけちゃったらシラフしけっちゃるけ、サビるよ ね、それがサビがついてからついてね、うん、汚れちゃ う, そ う, そう。この手ならこういうタイプを一緒に置いてもそんなに違和感ないね。でローテーブルがあったらちょうどいいですね。ソロキャンこれでもここで外して1個下げれるんですよね。いやいや畳むやつだけ。あそうなんですよ、つながってるんですね。それも外れればよかったたんですけどね。でも全部コードが中入ってるから、クッションコード入ってるけ、まあ、それもよし、それに最終だけ足をかぶせるような形に、まあ1個折りたたんで、ね、固定初期は低くできる。そうですね、もともと足が1個短いバージョンで作っといて、うん、最後そうやって組み立てるだったらいいですね。スイカみたいな形で、まあ、この軽さだったら別に、うん、それやってもそんな重量に入らんだろう、うんうん、そっか、まあでも使い道はもうちょっと改良してくれると、まあ、でも悪くはないと思うけどね、うん、値段からしたらもうただもうちょっと改善したらもっといいのにな、うん、ちょっと惜しいなっていうところですね。なんかあの他のメーカーではここになんかメッシュみたいなのがついてるところもあったんですよ、うん、でそこになんかこうお玉とかかけられるようにっていう、で 両サイドについててとかっていうとこもあったんですけどね、うん、ユニフレームがあったんですね、タープ、うん、タープの足にあったね、うんうん、まあ、これ大体ソロキャンプしてるときに横にこう備え付けておくような感じのものですよね。あ、そうそうそう、うん、でこう置いて椅子置いて焚き火がこの辺にあって、うん、ありがとうございます。いいえ結構いいダメ出しが出てまあでもこれはこのままでもええと思うけど、うん、ソロの要はツーリングとかどっちかというと問題はさっきの2つ、うん、このネットがあるからいいじゃんと思ったんですけど実はこのネットが一番使えなかったっていう、うん、これだったら俺が持ってるのがまだ組み立てやすいんじゃないの。これ組み立てもすごいな。あ、これで終わりじゃっけ。すごい。いいですね、これ。こんな感じ。おこれだったら、これで、あ、ちょっと高いか、これだと。それもそろそろ出品ですか。出品これ、だってこれが一番使いよるのに。これあれですよ、ちょっと傷があるから安いですよ。あ、やっぱり。出た。お値打ち、お値頃価格です。傷はあるし、汁はかかっちゃうしね。のね、足が伸びるタイプがあるんで、そっち買った方がいいですよね。あ、ほんまっすか。だったら、そのオールマイティー使える。オールマイティー、これ絶対売れるのに、なんで限定にしたんですかね。いやこの黒が黒を限定で出したかったんだよね多分。あ、黒限定。黒限定。あとシルバーしかないわ。もうシルバーしか、もうシルバーでもいいし。黒がいいね。黒がいい。黒がかっこいいですよね。最近黒いのが増えてるよねキャンプギア。増えてますね。昔黒いの使ってたら蜂が寄ってくるからダメだとかよく言われてましたけどね。なんかこっちの商品レビューになってる。いやいや本当に。いやいや大丈夫大丈夫です。どっかが出してるかもしれないけどね黒探したら。あれから全然見てない系ということで、3つの製品ご紹介しましたけれどもいかがだったでしょうか。完璧なものではないので改善すべきところとかですね、こうだったらいいのになっていうのがですねやっぱりあると思います。なのでこの動画を見てですね、それ使ってるよっていう方も、そうでない方も何かしらですねアドバイスというか、コメントいただけるととても嬉しいです。ということでコメントお待ちしております。それでは